こんばんは。息子にフィギュアスケートを習わせようとしてます。スケート場には近く専業主婦なので送り迎えなどのサポートも可能です。お二人はフィギュアスケート男子の未来どうなると思いますか？人口や人気と、羽生さんとか人気なんですけど、どれぐらいの人数が挑戦してどれぐらいが食えてるのかちょっとわかんないですよね。フィギュアスケート食えてるって全くその収入面はもう全然わかんないですけど、これだけ長く続いて、で、ドメスティックな需要があるで、アイスショーとかも成立するんだから、多分人気はそんなに下がっていかないんじゃないかな。人口が減ったとしても別に、まあ、ファンは多分長生きで年齢層も上がってても成立するジャンルだと思いますけどね、うん、なんかその多分バレエダンス、バレエとかもすげえ儲かってる人ってそんなに10人もいないじゃないですか。だからフィギュアもなんか年収1000万超えてますって人ってなんか10人20人ぐらいしかいないんじゃないかという気がするんですけど、多分年収5、600万ぐらいの人はいると思うんですよ。もっとどういう給与体系なのかマジでわからないですね。冠になるぐらいで、例えばアイスショーです、羽生さんですって言ったら、はい、多分もう名前載せるから売り上げの何パーセントとか多分なると思うんですけど、はい、なんかこの人じゃなくてもいいよねぐらいだと、なんか年収5、600万とかなのかなという気がするんですけど、すげえ想像で喋ってます。なんかもう同じようななんか仕事、芸能的なお仕事でたまに会う、うん、あのミュージカル俳優さんとかって全然給与体系が分かんないんですよね。あれ劇団四季は給料だけどそれ以外の人はほぼ食えないっていう、はい、でもなんかすごい羽振り人もたまに出てきたりするんですよ。あ、どういう、でもめちゃくちゃ食えない劇団とほぼ変わんないような人もたまにいたりとかで、座長さんは売り上げのチケット代が入るんで、はい、座長さんはたまに当たると儲かるんですけど、あとあのお客さんを呼べるタレントさんだと売り上げの何パーみたいな、でも基本やっぱり劇団やってる人は食えないですよね。まあ劇団は食えないですね、演劇は行かないんですか？全然興味ないんですよね、お芝居は。でもなんか人生コスプレみたいなことしてるじゃないですか。はい。そしたらそのコブラのようになりたいっていうのは、その何か自分ではないものになりたいっていうのをやってるから、はい、演技的なのも好きなのかなと。昔一世尾形さんにすごい憧れてて、一人芝居ってやっぱかっこいい、究極の演劇、演芸なんじゃないかと思って、なんか一人コントとかをやってみようとしたことあるんですけど、やっぱ腐った大根すぎても全然芝居ができないんですよね。なんかよく言われるのが、マイムだけで空のコップをこう飲む仕草をして、それがオレンジジュースを飲んでるっていうのが伝わったら、なんか芝居はできるっていうのがあるらしいんですよ。え水かオレンジジュースかって表現難しくないですか？難しいじゃないですか。で俺それそういうの やってみようって言われた時に、うん、あーこのオレンジジュースうまいっすねって言ったら、そういうことじゃないって言われて、でもトンチからじゃそんなのもえ、どうしたらオレンジジュースって分かるの？でもなんか正解あるんですか？一応正解聞いたんですよね。いや、一世さんはそれができるらしいんですよ。俺もその人、そのなんか指導者から聞いたから分かる、本当なのか。その指導者は やったんですか？いや、その指導者はでもなんか酸っぱそうな芝居ってこれだって言われて、いやそれなのかなと思ったんですけど、それオレンジジュースって振りがあるから酸っぱい顔すと負けじゃないのって思うんですけどね。別にレモンかもしれないし、はい、苦い、ね、苦いと酸っぱいって顔違うの？それをだから表現なんのかな。あ、うわ、あ、オレンジを絞るシグマイムを入れるって、あ、なんかそうか、そっか、最初からこういう絞りを入れるとグレープフルーツかオレンジかみたいな、なあ、なんかそういうことなんで、そこまで多分広がる人が役者なんだと思うんですよ。優秀。すごいな、今のなんか、頭いいなあ。あ、もう全然僕もできないんで、あ、やっぱ優秀な人ってそういうふうに考えるんですね。あ、そうね、横思いつくのすごい。